マーガレット・トルーマン、1951、マーガレット・トルーマン、本名メアリー・マーガレット・トルーマン・ダニエルは、アメリカ合衆国の歌手、著作家である。第33代大統領ハリー・エス・トルーマンの、娘としても知られる。ミズーリ州インディペンデンスにて、ハリー・エス・トルーマンと、妻、ベスの唯一の子として生まれた。ジョージ・ワシントン大学を卒業後、歌手として、デビューを果たす。 1951年2月には、タイム誌の表紙の人に選ばれた。作家としても活躍し、ホワイトハウス殺人事件をはじめとする、数々の推理小説を表した。1956年4月21日、ニューヨークタイムズ誌の外国特派員だった、クリフトン・ダニエルと結婚。クリフトント・ルーマン・ダニエルが4個を設けた。 1945年の日本敗戦時に幸福文書調印の場となったアイオワ級戦艦ミズーリの名はマーガレットが付けたものであるシカゴの介護施設で死去した83歳ハリー・エストルーマン図書博物館が発表した同館によると死亡する数週間前から介護施設で過ごし呼吸器を装着していたというが死因は発表されなかった ありがとうございます。